天皇陛下と皇后陛下、そして愛子さまが初めてご参加された国際親善のお食事会を無事にご完了されました。この席で愛子さまはケニアの閣僚がまるで優しいお母さまのような方だったと振り返りました。2月9日日本を訪れたケニアのルト大統領夫妻をお迎えし、昼食会にご出席。その際、スワヒリ語や英語での歓談も行われました。皇族として初めて国際親善の昼食会にご出席された愛子さまは、少々緊張されていたご様子ですが、陛下からの丁寧な指導を受けられ、心を込めて大統領夫妻をお迎えするため、ご家族で細やかな準備をされたと伺いました。このようなご努力は、日本のおもてなしの心を世界に広める素晴らしい機会となりました。愛子さまは国際親善の昼食会で大統領をはじめとする各国の代表者から温かいおもてなしを受けられたことを両陛下に喜びをもって報告されました。特に隣席のケニアの閣僚からは優しいお母さまのような心地よい接し方をされ、そのおかげで会話を存分に楽しまれたとのこと。このような貴重な体験を通じて、愛子さまはご自身の活動の範囲を広げられる喜びも感じられたようです。また陛下がアフリカ訪問の際に愛子さまへお持ち帰りになったアフリカの国名が書かれたパズルを通じて、愛子さまがアフリカの国々に親しみを感じられるようになったという心温まるエピソードも昼食会で披露されました。愛子さまが国際的な重要な役割を見事に果たされたことは本当に心強く喜ばしいことですね。高校1年生の時から両陛下が外国の要人をお迎えする際には愛子さまも同席されるよう配慮されていたと聞きます。この長年にわたる経験が今回のような大役を見事に務め上げる基盤となったのでしょう。ご家族での丁寧な準備もその成功には欠かせない要素であったことでしょう。これからも愛子さまにはこのような公務を多く担っていただき、その活躍を拝見できることを心より楽しみにしております。側近のお話によりますと、敏宮愛子さまは初めての国際親善昼食会に少々緊張されていたそうですが、事前に両陛下からさまざまなアドバイスを賜り、大統領夫妻をはじめとする貴賓を心を込めてお迎えするため、ご一家で細やかな準備をされたと伺いました。その心温まるおもてなしはお写真や記事を通しても伝わってまいります。スワヒリ語でのご挨拶や流暢な英語での会話、そして終始お見せになった愛子さまの温かい笑顔は相手の方々との会話をより一層弾ませたことでしょう。このような愛子さまの対応が日本への印象を一層良くすることに寄与されたと感じられます。両陛下、敏宮愛子さまのご尽力に心より感謝申し上げます。素晴らしいエピソードをお聞かせいただき深く感銘を受けました。事前の準備と所作に対する丁寧な心遣いが素敵なおもてなしを実現されたことがうかがえます。ケニアの女性要人の方もその聡明さとキャリアを生かし卓越した外交を展開されていることが明らかです。愛子さまにおかれましては金城陛下および皇后陛下からの深い教育を受けられ、皇室の尊い伝統を時代に引き継がれることでしょう。心を尽くしてお迎えするためにご一家で細やかな準備をされたこと、また愛子さまが少々緊張されていたにもかかわらず大統領や閣僚の方々から温かい接し方をされたことは、お互いの心が通じ合った結果ではないかと思われます。
これらの心温まる交流は相互の理解と友好の架け橋となり、さらに良い関係を築く基盤となることでしょう。愛子さまのご活躍に心から感謝申し上げます。天皇ご一家のおかげで、どのような国際的な場面においても安心して見守ることができると実感しております。特にケニアの閣僚の女性が愛子さまをまるで自分の娘のように思ってくださり、その温かな交流は見る者にとっても心温まる光景でした。このような素敵な関係性は国際的な理解と友情を深める貴重な機会となります。また愛子さまがご病気の雅子さまのそばで常に支え看病されたこと、そしてその深い優しさが幼い頃から培われてきたことに敬意を表します。愛子さまの温かみのある思いやりは成年皇族としてのご活動を通じて国民へも向けられており、その深い愛情と配慮はますます強く感じられます。日本赤十字社への就職も国民とより密接に関わりたいという愛子さまの強い願いからでしょう。愛子さまがいずれ次期天皇としてお母さまのような優しさで国民を見守り続けてくださることを心より願っております。愛子さまが国際親善昼食会にて大統領をはじめとする各国の要人から温かいもてなしを受けられたことを両陛下にご報告され、その中でも特に隣に座られたケニアの閣僚を優しいお母さまのような女性と表現されたことが伝わってきました。この貴重な経験を通じて愛子さまはご自身の活動の幅を広げることができ大変喜ばれている様子です。また愛子さまからのこの表現は雅子皇后さまとの深い絆と日頃から受けられている温かなご支援の反映でもあり、その美しい親子関係が垣間見える瞬間でもあります。これらのエピソードは皇室の温かさと国際舞台での積極的な役割を果たす愛子さまの姿を浮き彫りにしています。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。